中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはドラゴン西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのかで注目していきましょう。スライダーは見送ってボール、ストライクが入りません。ここは1球見ました。インサイド落ちました。強い打球切れました。ファウルボール。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。大野抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている丸。大野まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まってストライク。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。1、2塁間を破る。バックホームする。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。ナイスボール。はい、ストレートが決まっています。打球はライトへ。サードランナータッチアップ。タッチしてダブルプレイ、チェンジ。さあ、これからスワローズが守備につきます。村上が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。これは手が出ないか。あっという間に2ストライクです。さあ、外してくるのか。引っ張った。フェンス直撃。先制のランナーが出塁。バッターは2番に入っている近藤。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。ファーストランナースタート。ヒットエンドラン。セカンド取った。アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。さあ、そして打席には木下が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが一打先制のチャンス。まあ、先手を取って。アウトコース打ちました。取った。ツーアウトになりました。さあ、そしてバッターボックスには大島が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。サード取った。一塁アウト。スリーアウトです。2回になります。スワローズの攻撃。5番バッター吉田。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。これが2球目。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。バッターは6番中村。大野まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。よく見ています。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターは7番に入っている山田。ツーアウトになっています。初球打ち、打った瞬間か、突き刺さ、ドラゴン。初球は何から入ってくるか。初球変化球は空振りです。2球目打ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー1塁。バッターは9番に入っている梅野。ヒッ
ヒットでランナーを置いた。バッターボックスには代打の塩見。小宮山さん、ここでの追加点は阻止しなければなりませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。インサイド落ちました。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。バッターよく見ました。外外れてボール、アウトコース打ちました。ビシエドが掴んで3アウトです。ここでスワローズ守備を変えてきました。ドラゴンズ最後の攻撃になります。バッターは DH ハウエル。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後打ちました。取りました、アウト、ワンアウトです。打席には6番バッタービシエド。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、ピッチャーが取る、アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている高橋。ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、初球打ち内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。